皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、私がおつまみとしてよく作る旨味を効かせたほっこりするスープでさっと水菜を煮込んで絶品の一品、マジで手軽で作れて、この美味しいスープが水菜に染み渡り、もうシャッキシャキでおつまみとして最高。もちろんね、おかずとしても美味しい一品なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ハーフカットのベーコン1パック、水菜も1パック使います。お水 300cc、 こちらね、コンソメキューブ1つ。材料は以上です。はい、まずはベーコン。もう今回マジで簡単なんで、適当にね、細切りにしちゃってください。はい、ザク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 と、ほんとね、適当に細切りにするだけで OK。 はい、こんな感じね。はいよ、次は水菜。さっと水を洗いしたら、ちょっと根元のところね、切り落としてください。はい、そしたらこの水菜も食べやすい長さ、まあ 2,3 センチってとこかな。はい、ザクザクっといっちゃおう。はい、こんな感じでね、もうザクザクっと切るだけで OK です。はい、適当な大きさのお鍋用意していただいて、お水 300cc 入れます。ここにコンソメキューブも1つ入れる。ベーコンも全部入れときましょう。この状態でまずは火にかけて煮立たせてください。ちょっとベーコンの方はね、バラバラにほぐしとくといいと思います。はい、全体的に煮立ってきましたら、まあささっと混ぜて馴染ませ、火力をね、弱火に変えてください。まずは3分ほど煮込んで、このベーコンの美味しさを引き立てつつ、コンソメキューブの味もね、しっかり馴染ませる感じなんで、これで美味しいスープを作っていく感じね。3分ほどコトコトと煮て、美味しさを一体化させてください。はい、今約3分ほど煮込んで、ベーコンの美味しさをね、スープの方に引き出しました。そしたら、切り分けておいた水菜、すべて入れてください。ドカッといきましょう。よいしょ。はい、結構ね、ワンパックって量が多そうに見えますが、もう煮込んだらね、ピューッと縮こまって少なくなっちゃうんで。はい、水菜を入れたら、再び火力アップ。中火ぐらいで OK です。ささっと混ぜながら、2、3分煮込んで、この美味しいスープを水菜に吸わせちゃう。もうたったこれだけなんでね。ほら、もうしんなりしてきて、結構縮んだ。だいたい2、3分で OK。あんまり煮込みすぎると水菜のシャキシャキ感がなくなるんでね、全体的に混ぜながらベーコンをいい感じに広げて、美味しいお出汁を水菜に吸わしちゃいましょう。はいよ、今だいたい 2,3 分混ぜながら煮込んで馴染ました状態です。はい、 OK。 じゃあ盛り付けて食べちゃいましょう。もう完成。はい、熱々を盛り付けたら、このね、美味しいスープもたっぷりふり上からかけといて、これが美味しいのよ。はい、あとはね、お好みですけど、一味唐辛子やブラックペッパーなんかがいいですね。パラッと振りかけてください。これで一気にね、おつまみになる。まあ、辛いのが苦手な方はなくても大丈夫。はい、完成。ベーコンと水菜のサッと煮。マジでおすすめなんでね。ぜひ作ってみてください。それでは、今日も、ポーいただきます。シャキシャキで最高。いや、まあ本当ね、味付けはコンソメスープの素入れてるだけなんで、めちゃくちゃ簡単。このベーコンの塩気と旨味を美味しいスープに引き出して、水菜をさっと煮るだけ。やっぱね、一味やブラックペッパーかけると刺激が加わって最高です。うん、はい、ということで今日もこいついっときましょう。遊び。ああ、このクラフトビールうまい。爽やかな香りとともに、この美味しいね、水菜のサッと煮、作ってみてください。まあベーコンがない方はウインナーなんかでも代用できますし、まあ、白菜とかで作っても美味しいです。まあ私はこの水菜のシャキシャキ感が好きなんでね、ちょっと寒い日にね、おつまみ欲しいなっていう時なんかにおすすめ。そしてこのね、スープがむっちゃうまいのよ。ああ、もうこの汁だけで飲めるわ。ああ、遊び最高やな、マジで。ほんとうまい。うますぎ。